Lesson 1。DeNA 世界タッグ選手権、チャレンジャー田中実、金本浩二 VS チャンピオンデイビー・リチャーズ、エディ・エドワーズ。ジュニアスターズの2人がこれから入場してまいります。 6.22 博多で挑戦者決定戦に勝利、チーム246を破って今回の切符を手に入れました。チャレンジャーの2人、東京両国国技館レッスルワン衝撃インパクト、いよいよ TNA、 そうトータルノンストップアクションレスリング世界タッグ選手権試合の幕開けであります。ジュニアスターズの2人、かつての新日 IWGP ジュニア王者でもあります2人、そして様々なリングにその名をしっかりと記してまいりました。今回はアメリカのベルト、 TNA の世界タッグのベルトを喉から手が出るほど欲しい、そしてどうしてもアメリカに行きたいと語ってくれた田中実、そして金本浩二の2人であります。何かを持っている、そして酸いも甘いも噛み分けている、運も実力のうち全部いただきます。田中と金本はそう語ります。余裕しゃくしゃくの入場シーン、そしてこの両国に集まっているお客さんに田中実が叫びます。どんなインパクト衝撃を我々に与えてくれるんでありましょうか。いよいよチャンピオンの入場です。 DeNA が誇る世界タッグ王者、エディ・エドワーズ、そしてデイビー・リチャーズの2人でありますが、エディはノアにも所属しておりました。練習生を経て再デビューも果たしています。もちろん日本のリングはよく分かっている。デイビー・リチャーズもノアにも参戦、そして新日もリングを経験している、日本を知り尽くしている、そんな2人がレジェンドでリスペクトするが今日は負けないと語ってくれました。田中、金本に対してどういう試合を申し込んでいくのか。ノンストップアクション、まさにトータルで素晴らしい展開が予想されます。 TNA 世界タッグ選手権試合、チャンピオン余裕しゃくしゃくか。 TNA 世界タッグ選手権試合、60分一本勝負を行います。赤コーナーチャレンジャーチーム、175センチ、76キロ、田中リングのケンシロウ、お前はもう死んでいる。華麗なるフィギュア、田中実であります。180センチ、80キロ、金本眉間に怒りの縦じま、荒ぶる魂は金本浩二。
青コーナーチャンピオンチーム183センチ109キロエディー・エドワーズ、日本を知り尽くした極上テクニシャンエディ・エドワーズチャンピオン、センチ92キロデイビー・リチャーズ、 DNA のダイナマイトキッド最大かデイビー・リチャーズチャンピオンであります。さあこの試合はですね、このリングサイド放送席にはカズ林さんのお隣に近藤修司選手もお招きいたしました。近藤さんどうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。ということはチーム246が揃い踏みという形になりました。そうですね、まあ、この2チームは多分日本の中で僕ら2人が一番よく知ってるんで、はい、まあ、ここに座らせてもらってるんですけど、よろしくお願いします。お願いします。それにしても悔しい気持ちいっぱいのリングサイドじゃないですか近藤さん。そうですね、まあ、本来ならばここにいるべきじゃないと思うんですよね。わかりました。さあいろいろなお話を聞かせていただきましょう。ゴンが打ち鳴らされた DNA 世界タッグ選手権試合、チャンピオンデイビー・リチャーズ、エディ・エドワーズ組対チャレンジャー田中稔、金本浩二組、60分一本勝負の幕開け。さあ小林さん、はい、重い鐘の音色がですね響き渡りましたが、はい、この試合に何を期待されますか。いや僕はね、この全試合の中でこの試合が一番ベストバウトになるんじゃないかと。お、ベストバウトの予感が漂っていると、はい、はあ、はあ、その理由はどんなところでしょう。やはりこの4人の選手の個々の力ももちろんそうなんですけど、個々の力が強い、もちろんそうなんですけど、タッグチームとしてもすごく完成されてくるというか、はいはいはい、そのチームの完成度ですね、それはありますよね。チームがやっぱりぶつかり合えばいい試合になるんじゃないかと。わ、はい、かります。カズさん、はい、まあ、6.22 博多でですね、挑戦者決定戦に残念ながらチーム246は負けました、はい、その勝者が田中稔、金本浩二、はい、そして相対するのはこのデイビー・リチャーズ、エディ・エドワーズなんですが、予想はどんな予想が立ちますかね。キーマンは誰でしょう。キーマンですか、キーマンはどっちかな。いやこれはもう4人が4人でもね、すごいですからね。それが分からないから面白いわけですよね。そうですね、で前日会見ね、はい、でも4人が4人ともねベストバウトを狙うってやっぱり言ってましたよ、うん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 、そういう空気の中で、うん、まあいい意味での緊張感が張り詰めております。さあ田中から金本にスイッチ、さあ早くもスイッチしたということで、デイビー・リチャーズ、エディ・エドワーズが観客に対して何かアピール。近藤さん、はい、まあ、こういった一つの間みたいなものもですねうまいですよね、このチャンピオンは。そうですね、僕逆に言ったらそれがキーなのかなと。お、言いますとトータル的に言ったら多分力は五分だと思うんですよ、はい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 、でウルブスの方が若いんですよ、年齢的に、キャリア的にも、でジュニスターっていうのはまあキャリア的にもものすごく持ってると、まあ、これがどっちに転ぶかなっていうのはこの試合のポイントなのかなと。あ、そうですね、あまり年齢のことは言いたくありませんが、かなりザ・ウルブスの方がジュニアスターズよりも若いということはこれはもうどうしようもない事実。そうですね、はい、まあ、それがいいのか悪いのかですね、分かりませんよね、はい、それは分かりませんよね、はい、まあ、キャリアっていうのはものすごいプロレスにおいては、武器になってます、ね、酸いも甘いも噛み分けてますからね。そうですね、まあ、そこに僕らは苦戦してますからね。あ、なるほど、はい、はい、新井さんね、はい、やはり先ほどですねカズさんがおっしゃっていたようにですね、なんとなく空気的にはですね、ベルト取れるんじゃないかっていうこの雰囲気があるんですよ、まあ、その可能性は十分ありますよね、前回の両国でもジュニアスターズ負けましたけども、バッドインフルエンス相手に、ただねあれ反則みたいな攻撃がなければ勝ってましたからね。それで対抗戦の火をつけたのがジュニスタですから、でチーム246にも勝ったように、まあ、挑戦の資格は十分すぎることありますよね。そうですか、さあこの空気を自分のものにすることができるでしょうか、金本浩二高速スライダー。ただ王者の方もノリに乗ってるんで今、前回ねブローマンズに日本でベルトを奪回されましたけど、そうですよね、またアメリカに戻って4月27日のサクリファイスというビッグマッチで取り返して、はいはい、そこからまた何度も防衛してますから、はい、でリマッチはもちろんデスティネーション X というビッグマッチで、あーこれツープラボー強烈、マット・ハーディ、ジェフ・ハーディというハーディーボーイズが復活したチームに勝ってるんですよね。
3点に両国以来ということになりますか、このエディ・エドワーズ、デイビー・リチャーズ、その時はティーム246、ブローマンズの3ウェイマッチでした、はい、カズさん、カズさん、はい、そういう意味ではですね、やはりここの、この3ウェイマッチではですね、なんとあのブローマンズが持ってきましたけども、それまたすぐに取り返しているこの強さ、うん、十分に感じられますよね。それ3ウェイだったんですけど、それはすごい感じましたね、試合をやっててね。あ、そうですか、うん、すぐね、本当はあの2人、この2人と戦いたいって思っちゃったもんね。あ、思ったね。あ、それとですね、これ本当にあの私の意見で恐縮なんですが、日本のリングにぴったりなんじゃないか、日本のファンの心をつかむのには十分すぎるほどのこの佇まいであり、表情であり、間であり、この技のスピード、その通り感じません？感じます、さすが TNA ってやっぱり違うんだなって、思いますよね、思いましたですね、あのリチャーズなんてまさに現代のダイナマイトキットですよね。ですよね、もう本当に出たとか、そうですよね、もう相手しか見てないというそんな雰囲気。そしてこの選手殺気がありますよね。殺気がありますね。さあ、白いロングタイツコスチューム、全部にはアメリカが中国の製造機をしっかりと刻みつけております。テッサコロニー田中実選手が背中を打ちつけられました。さあ、そして赤コーナーのコーナーポスト背中にしょってしまったのは金本浩二選手、ジュニアスターズ、そしてザ・ウルムズ、正々堂々と戦う、その中でカバーする、ここでカウントが入りますが、あっと田中実なんとか返しました。新井さん、はい、このデイビーとエディはですね、はい、華麗なる技をたくさん持っていると思いますが、何が一番見てみたいですか？あのね、特に注意したいのは、はい、フットスタンプの連携、波状攻撃ですね、はい、フットスタンプ、それもあの半端じゃないわけですね、あの高さ、勢い、半端じゃないですから、はい、そのあたりをジュリスタは気をつけた方がいいと思いますね。僕はエディのダイハードを見てみたいんですけどもね、代名詞であります、ダイハード、はい、でもこれが出てしまうとかなりやばい、そんな状況にもなります、ジュニスター。さあ、空気、流れはですね、小林さん、完全にこれデイビー・リチャーズ、エディ・エドワーズのウルムズの雰囲気ですよ。小林さん、やられてます、やられてます、やられてますよ、これ、さすがノアでこれも仕入れましたね、完全に。あ、こっち見た、こっちを見ました、ちらっと小林さんを見ました、アピールしました。うーん、いかがでした？いや、なかなかいいですね。なかなかいいですか。一応いいですか。危ない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 、カウントが入る、危ない、いや、何が出てくるか分かりませんね、本当に。あ、来た来た、ダイハードだ、それうまく切り返す、切り返す、危ない危ない、あれを食らったら危ない。さあ、カウンターのキックからミサイルキック一発、ロケット発射いたしましたが、しかしここでなんとか田中美濃のスイッチ、金本浩二スイッチ、一方もデイビー・リチャーズスイッチいたしました。さあ、後ろ回し蹴りから狙っている、キック、フロントからのキック、足を取った、そしてなんと足を取って、なんとか、あっと、これは面白い、負の連鎖か、ドラゴンスクリューの連鎖、なんとトップロップからいったー、ダイビングボディプレスアタック。いやいや、元気ですね、金本選手、元気ですね、元気ですね、いや、やってくれますね、見ててくださいよと僕に久々に会って語ってくれました。はい、もうこのアメリカに行きたくてしょうがないんだと、うずうずしてんだと、向こうでタイトルマッチやってやろうじゃないかと、何かそういう、ある意味アメリカで試合ができるという、まあ、目の前に人参がぶら下がりますとね、金本選手めちゃくちゃ強いですからね、そういうタイプです、はい、そういうタイプです。アメリカにタイトル持ってって、はい、チーム246とやったら最高ですけどね。最高ですね。近藤さん、やりたいでしょうね。やりたいですよね。やりたいです。まあ、そのためには今日頑張っておかないと、でもある意味近藤さん、はい、もしチャレンジャーが負けたとしても、そのチャレンジャーに勝ったチャンピオンとやってベルト欲しくないですか？
それはありますね。ありますよね。それはありますよ。そういうのありますよね。まあ、でもこの2チームはもうどっちともやりたい。どっちともやりたい。うん、いや極上の2チーム、チーム246もまさにリスペクト認めるという状況であります。いやもしかしたら3ウェイなんて可能性もね、はい、3ウェイも十分ありますよね、うん、この間の両国が3ウェイでしたから、あの時はまさにトータルノンストップアクションでした、はい、まあ、あの前回の3ウェイっていうのは、まあ、ここにチーム246の2人がいるから言うわけじゃないですけど、上半期のタッグのベストバウトかなって僕は思うんですよね。さあこれ手から足からいきますが、おっとエンゼこの辺りも確実にヒットしている。おしかし膝、これはいいの入りましたね。強烈な膝ジャンピングして新4分差入り、これは来た。一気に流れはジュニアスターズに傾くのでありましょうか。チャレンジャージュニスタ VS DNA、 ワオ、うん、さあザウルブスのダイナマイトキッド、それもしっかりと田中実やりますね。リングのケンシロウ華麗なるフィギュア、肉体美を誇ります田中実。新日 IWGP ジュニア王者、11連続防衛の記録もあります。そんな田中実デビュー20周年という今年、何かが欲しい。そう、それはベルトだ。いった、ミドルスペシャル。さあこれアンクルホールド、お互いのスペシャル技を出してきた。ちゃんと入ってますね、ガチ入ってますね。これガチ入ってますか、ガチ入ってますか。あ、外れた、外れた、外して、そしてハーフボストンクラブ、ハーフボストンクラブもかなりの角度であります。カンさん、はい、うまいですね、この切り返しが。あんな切り返しできると思わなかったですね。うわ、それもほぼ同時であります。この辺りのあうんの呼吸、デイビー・リチャーズ、エディ・エドワーズ、ザ・ウルブスのこの日本人のあうんの呼吸にも勝るとも劣らない。テレパシーでしっかりと会話をしているのか。あ、まだ話しませんね。この辺りがやっぱりこう、うん、ダイナマイトキッドの再来がといった雰囲気ありますよね。いい表情ですね、ねえ、うん、こういう選手珍しいですよね、はい、アメリカ人でこれだけスピリッツがあるっていうのあるし、ガッツあるし、スピードあるし、緩急の使い分け見せてくれます。カニで挟んで、そしてエルボーン後頭部に打ち捨てた、どうだ、おっと、ライカウント 2.5。 60分の一本勝負、 TNA 世界タッグ選手権試合、ベルトがかかっております。そしてアメリカの切符、 目の前に人参がぶら下げられております。このぶら下げられている人参をかっくらうことができるか、田中実、そして金本浩二の2人。負けん気の強さでは右に出る者はいないこの田中実。おっと、おっと、同戦士、この辺りは運もあるか、運もあるのか、あるいはうまく透かしたのか。近藤さん、はい、今どうだったんですか。僕もよくわからないですね、もう目まぐるしいです、ね、目まぐるしいです、ね、あまりにも瞬きできない、瞬きできない。さあバックを取った、バックを取った、タイガーだ、タイガーだ、タイガーいけるか、汗で投げっぱなし、タイガー、そして飛んだ、頭からいった、対角線に来ましたね、対角線に来た。さあ突っ込んでいく、さあ田中みどりがフィニッシングホールド、しっかり決めるのか、ファイヤーボールスプラッシュか、あるいはリストクラッチか、まずはなだら式か、見舞えるか、いいんじゃないですか、来ますか、トップロップまで登り詰めた、なだら式だ、トップまで行きますよ、いけるのか、いけるのか、高いぞ、めちゃくちゃ高い、富士山の向こう側からなだら式ハーフスプレックス、そしてかー、ダメヌがダメか、強い、デイビー強い、金本さんが託してますね、すごいですね、もう金本は必死です、金本必死です、もう絶対にこの左足から逃れられないようにしている、うん、そして来るか、来るか、あっと、今危ない、危ない、危ない、あ、逃げられた、逃げられたか、今危なかったですね。おお、さあリングのケンシロウ、田中実フィニッシングホールドを奪うことはできませんでした。デイビー・リチャーズ、エディ・エドワーズ、この辺りやはり
絶対に2人にはチャレンジャーの2人には渡さないという気持ちが伝わってまいります。 DeNA 世界タッグ選手権試合、さああとはスタミナ消耗戦だ。田中選手は畳みかけたいですね。畳みかけたい、ここで一気に行きたい。うわー、正面からのキック、そしてバック押さえつけておいて、さあどうだ、うわー来たー、エディの強烈、そしてツーブロストッパイルドライバー決まったか、あっとラッキーだ、4人がぶつかってきました。そしてここでスイシーだ、これもしっかりと金本が分断されました。さあここで決めるのか、パンチフロントからのパンチ、さあそしてしかしフロントからのキック、トラッナッバックを取る、バックを取る、そしてカブラ、あうまい、グランドカブラに持ってった、これも 2.8 かわしていきます、かわしていきます。さあ、なんで決めることができるんだ、いやー来た、エディが来た、エディが来て、おーっと、アリー、アラムクロック、アラムクロックから、そしてラリアット、うわー早い低空のブレンバスター、決めるか、エビで固めるか、しかし監督まだまだここからであります。小林さん、ここからですね、はい、そうですね、田中選手ちょっと踏ん張ってほしいですね。うおー、危ない、荒井さん、これですか、荒井さん、これですか、これです、これです、もう一発狙ってますよ、これ狙ってる、開脚からのフットスタンプ聞いた、危ない、金本がエディの体をぶつけていきました。これによって何度か助かった田中実。いやでもまた分断されてしまいましたね、ここは球史に1勝を得るかどうか、危ないぞ田中、危ないぞ、あーこれだー、背中が危ない、背骨がきつい、カウント入る、3つさあウルブスが防衛であります。デイビー・リチャーズ、エディ・エドワーズ、あまりにも強すぎたか、悔しいな。カズさん、はい、いかがでしたでしょうか。なんかね、もうこう日本のタッグが負けたっていうような感じ、この代表が負けたっていうような感じです。すっげー悔しいですね。まあこうなりますとね、カズさんと近藤さんの2人が俄然クローズアップされてくると思いますよ。そうですね、もうすごいですね、やっぱ若さ勝ちましたね、ずっと動いてましたもん、ずっと動いてましたね。まあ TNA というのはね、頭文字がトータルノンストップアクションという、この言葉通りの素晴らしい TNA の技を見せてもらいました。いや荒井さん、荒井さん、はい、いやもう確実にですね、いろんな技を繰り出して、新しいですね、我々に風を巻き起こしてくれてます。はい、いかがでしたか。いやこの TNA のチームは強いですね。それにしてもいやジュニスタがここまでやって勝てないというね、いやこれはびっくりしました。ギリギリのところまで行きましたよね、はい、そして運も味方している、これはいい感じかもしれない、もう一回やらせてくれと、もう一回やりたいと、い負けても笑顔、何度やっても名勝負に なると思いますけど、小橋さん、はい、負けても笑顔のこの金本のこの表情をご覧になっていかがでしょう。やっぱりこの戦いに満足してるんじゃないですかね。またいいライバルを自分の元に引き入れたと。そうですね、そういう気持ちがあるでしょうかね。あっと4人でなんという光景でありましょうか。ジュニスタとザ・ウルブスが4人でもろ手を差し上げていきました。いやこの光景を見て、この2人、はい、カズ君と近藤君が、悔しいでしょうね。いや悔しいでしょうね。いや行きたい、あまりにも目の前にごちそうがあるのに、よだれが出てだけど食べられないという、そんな気持ちいっぱいでしょうか。近藤さん、はい、もうやるしかないですよ。そうですね、次はまあ僕らは挑戦権を得て、はい、まあ、その前にカズさん怪我直してもらって、そうですね、ぜひ、いやー、あの2人悔しいな。来た、ノアを知っている2人、新日のリングにも上がったことがあるデイビー・リチャーズ、エディ・エドワーズやってくれました。そしてカズ・林さんが今立ち上がった。そして悔しさのあまり、おっとこれカズ・林、そして近藤・修二、この2人が2人を呼び寄せる。
新たな展開か、新たな展開か、ここで一気にスパークしてしまうのか、次の挑戦権は俺たちということをここで決めるのか。そしてノアのリングを知っているこのエディがベルトをかざしていきます。小橋さんをちらっと見て、俺のこのジョップはどうだったかという、今もちらっとエディが小橋さんの表情を見ました。そして小林さんに俺たちの試合良かったでしょうと言わんばかりに目が合いましたね。アイコンタクト合いましたね、いやそう今辻さんが言われたような、はい、そういう気持ちを感じました。感じましたね、感じました、メッセージを残してくれました、はい、そしてカズさん、そして近藤さん、どんなメッセージが胸を響きましたか。まあ、やるしかねえっていうか、まあ、あそこまでたどり着きますよ、はい、次はね、スリーレベル関係なし、あの2人でやりたい、やりたい、うん、そしてベルトを取ってください、頑張ります。 DeNA 世界タッグ選手権試合はチャンピオンの